はい、我が家は今日は外は30度超えてる炎天下なんで、うちの中で、これもできるのはね、昼飲みできるのは今日だけだからね、今日から今日だけ早く用意をして、なんかあのおいしいのもねって話になって、で餃子をしようって言ってたんだけど、餃子はもう焼けてるんだけどね、で、あの実家に行ったらね、ネギ焼きしたいねって話したんだよね、うん、そうなの。だけど、まあ、ネギ焼きは2つなんか京都風のなんだかレシピを見つけてやったんだけど、生地が残っちゃったから急遽ベーコンとキャベツとネギみたいな洋風、うん、そんなものをちょっと作ってみたわけです。で、今その3つ目を焼いているのよ。はい、これ2分だよ、3分だ、2分でいいよ、もう。で、このチーズ棒はもう意外といいと思うんだよ。じゃあ、なんかお皿に。これ2分やろ、この辺のお皿で。チーズ棒ね。チーズ棒、餃子に混ぜてもらおうかな。ダメ？餃子に？うん。いいよ。カリッとしてるんじゃない？結構。餃子に混ぜてもらう。今日の餃子は、うん、まあ、団中に載ってるレシピを参考にさせてもらって、うん、で自分家にあるあの餃子ニンニク、うん、餃子ニンニクの、 あの麺水漬けだな、そうそう、麺水漬けを、そうそう、麺つゆ漬けをあの種に入れて、あのお醤油とか入るレシピだったんだけど、お醤油は抜いて、うん、麺つゆで漬けてあるから、生姜も入るレシピだったけど、生姜も抜いて、うん、餃子ニンニク、うん、餃子ニンニク餃子、ニンニク餃子、ニンニク餃子で言えてないけど餃子ニンニク餃子、うん、ひどいね、熱いわ、やっぱり暑いね、焼きながら、うん、これ撤退するから今さ、うんうん、もう今お刺身冷やしてるんだよ、うんうん、もういい、何分まだ、まだちょっと気が早、ここ気が早かったね、ちょっとね、なるまでよ、うん、あ、俺そうだ、俺あの、そう、何ホッケの切り込み、うん、酒の、お、いいよ、いいよ、はい、まだ開けないの、いや、2分だ、うん、3分って言われてた、今日また美味しいお酒買ってたんだよね、夏だと、うん、そうね、もうね、必死だから私これが、これで合ってるのかどうかすら私には分からない。キャベツはいいね、すっぱり全部いったよ。あ、そう、絡まってるのか、うん、ネギはなかなかいかないわ、ネギは小さいからさ、絡んちゃうんだよ、うんうん、はい、あと2、3分これあと2分、うん、はい、ホッケのさ、うん、ホッケの切り込み、うん、で、タコのお刺身の、うん、あの皮と
半端なところで、これ、うん、あの、なんていうの、三杯酢、うん、三杯酢って言ってもね、ただお砂糖とあのポン酢入れただけだけどこれがね、ホッケの切り込み、そういうの好きだよね。これ菅原商店で手作りなの、うん、あの、なんだろう、これシャコタンに、うん、シャコタンに旅行に、旅行とか泊まりに行った時に、うんうん、ついでにカモエライで買ってきた。もっとさ、なんか、あなたそういうの好きだよね。え、なんで？私全然食べないでしょ、うん、そうだよね、塩辛類はなんか食べない、うん、そう、ダメなんだよね、あんま食べられない、うん、こういうの好きなんですよ、うん、チーズスティック食べてる、食べていい、食べて、ああ、うまい、うん、これあの、とろけるチーズだとリーチ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 あの、昔ながらのプロセスチーズじゃないとこ作れないの、チーズだから、ちょうどいい柔らかさに溶けてるチーズもね、うまい、うん、うん、これ何、またひっくり返すの、うん、で、ちょっとここの焼きが甘かったから、うん、ちょっと温度上げて、もう一回きちんと焼くかなと思って、ああ、ひっくり返しね、で、半分に折るかなと思って、うん、何よ、あんでも嫌な景色だな、卵麺を上にして、そうなの、ちょっと焼いて、うん、で、これ買ってていい、うん、裏返しで少し焼いたらいいよ、うん、焼きが甘いもん、おお、なんかうまそうでしょ、うまそうじゃん、うん、お皿、スタンバイ、ちょっと温度上げたかな、うん、まあ、1、2分、チーズ、お疲れちゃーん、アサヒの袋入れる、少しちょっとハーフっぽく、うん、これプレモルなんだけどね、本当に黒だけはね、あんまり好きじゃない、香ばしい、あ、美味しそうだね、なんか。どうする、半分にする、え、ポンポンって、これ何、何麺を、え、裏麺を、え、そのまんま、この卵麺でいいの、卵を上にして、うん、ポンって、そこでいい、いや、卵上の方がいいよ、うん、では、うん、ありますよ、はい、思ったよりあっけなかったの、ね、うん、よし、これさ、なかなかさ、こっちでは手に入らないさ、カープソースね、カープソース、お好みカープソース、広島県のね、友達送ってくれたやつですよ、うん、さ、なんとなくこうテーブルを作りました、うん、マヨネーズをかけて、なんか美味しい青のりやつだよね、ここに、もう、あなたなんか、何、俺お刺身取りに行ったのに、あ、やばい、扇風機の風に飛ばされる青のりこの青のり美味しいんだよ、パン粉に入れた、そうそうそう、出てきた、なんか美味しそうだよ、すごいいい香りする、青のりの、うん、なんかもう少しだ、少しずつそっち行く、ああ、そっか、少しこんな感じ、広く使おう、うん、
そう。うん。いいんじゃないの？うん。じゃあ仕切り直しで乾杯しましょうか。本当だよ。あ、ちょっと待って、もう一本。あ、いや、いいな、黒だけで。もうビールないじゃん、あなた。じゃあ黒、黒。やばいやばいやばい。大丈夫だ。乾杯。これ餃子、餃子はね、僕はね、これが写真。ああ、どうしよう。餃子を 2種類作んなきゃ気がつまないんだよね。胡椒と、胡椒と普通のが出ていいわ。胡椒と、あとのお酢。こっちから私のお箸も持ってきて。扇風機の音入ってるかもね。まあしょうがないよ、暑くて死んじゃうもんだって。今日は、今は3時予定ではもう1時頃からの放送になってたんだけど、そうはいかなかったね。サラダね。サラダ美味しそう。ただ、ただポン酢とマヨネーズだな。いいけど、だからそのノーマルなさ、餃子のタレはどうしたらいいのさ。ゆずポンと、ゆずポンと、うん、ちょっとこれ入れたら甘くした方がいいかもしれない。このゆずポンすごい、すごいゆずポンだもん。あ、向こうのゆずポンの方がちょっとマイルドだった。向こうの方がいいよ、マイルドかもしれない。で、石垣島ラー油。そうそうそう。今それが一番美味しいんだよ。ドッポッと出るやつで。うちのラー油で。いい感じ。上手。上手でしょ。私すごい上手。胡椒ちょっと、すりすぎ。いいよ、うん。あなたに任せるよ。これ胡椒とお酢とちょっとラー油、うん。いただきます。いただいてみて。ゴミの回収が来た。月曜遅いんだよ。遅いよね。頑張ってね。うん。うん。暑いのか大変。大変だわ、きっと。走って回収して歩いて。うん。どう？うん。美味しいでしょ。味いいわ。餃子の匂い効いてる、結構。うん、でもそんな臭い感じないよ。うん、だってキャベツの方がやっぱ多いもん。うん、美味しいの？美味しいでしょ。うん、これがよく焼きも食べる。2種類の、よく焼き食べて。うん、裏真っ黒さ、これ。うん、うん、おいしいね。結構餃子にいいのって聞いてるよ。うん、おいしい。うん、パチャンってニンニクもニラも何もいらないですよ、餃子にニンニクだけで。ほんとだ。味もついてるし、麺ついで。うん、おいしいわ。こんにゃく焼き？関西の方のレシピだから紅生姜が入ってんだよね。うん、そうだね。あんまり、まあ、入れる程度ってか入ってるよ。うん、でもお家で作るとき紅
な。衣装が常備してないから。うん。うん、うまい。うん、ネギはさ、うん、もうネギでなくなってるよね。何になってる。なんかさ、卵白ネギってさ、うん、火通るとさ、なんかただ甘い感じ、うん、ネギのあの辛さが全然なくて、うん、九条ネギのレシピなんだけどさ、うん、いや、いいさ、九条ネギだってあれ、あんまりその辛くないの、うん、ちくわが入るのがなんともいいね、うんうんうん、それに、イカ入れちゃったしね、勝手に、うん、イカが美味しいよ、うん、あ、ごめん、鶏ガスで食べるさよし、次何を飲むか。日本酒にしますか。うん、普通で、うん、あの柚子に変えたかったら言ってね。うんうんうん。あれ、下にあった日本酒は飲んだんだもん、言ってね。飲んだと思うけど。だって空っぽだったよ、野菜粉。うん。私も出てるからどっちでもいいんですけど、うんうん、泉橋、うん、泉橋のヤゴ、うん、ヤゴだよね、ヤゴブルー、ヤゴピンクとヤゴブルーがあってさ、うん、ピンクは脂肪瓶なかったんだよね、うん、一生瓶のクロッと飲めちゃうかもとか言われても、うち一生瓶冷やすの大変だからさ、うん、ヤホブルーでまだ早かった、うん、こっちで3にしてちょっと回しとけ、ヤゴです、うん、あ、ちょっと黄色いね、うん、ちょっとね、美味しいじゃん、美味しいじゃん、うん、うん、なんかストロングだよ、本当だ、ストロングタイプ、ストロングタイプ、これつけて食べていいよ、うん、俺で、うん、一緒に、でもさ、うん、安売りのさ、うん、こう、タコ、うん、切ってる感じ、すっげー食感良さそうだったね、あと水だこなんだけど、うんうん、ちょっとコリコリしてそうな感じ、うん、水だこで水分多くて、うん、ペロンペロンしてんだよね、グニュグニュな感じで、ペロンペロンしてんだよね、うん、結構でもこういうさ、なんかしょっぱいんで茹でかったからね、うんうん、おいしい、うん、おいしい、おいしょっぱいわ、おいしいな、おいしいよ、あー、ほんか、ごめん、うん、しょっぱいね、しょっぱいね、聞いて、あ、醤油つけちゃったからよくわかんないけど、うん、もうちょいしょっぱい、じゃあお醤油つけないで食べてみる、うん、あ、食べてみる、食べてみる、うん、
結びついたわさびです。ごめんね、でかくて聞いちゃった。飲み込めないんだよね、それ。大丈夫？何を？インド洋で取れる黒マグロだったと思う、ね。南マグロ。だからどんぐらこうどんぐらこう向こうから運んできてる。キハダだったか。キハダの方が今日安かったんだよね。どうするって言ったけど、こっちにしたの。グラム20円違う。ごめんね、結構大きく切れた。すごいイカ入ってるけど、こっちに溜まってたんだ。それね、こっち側にイカ入ってないと思うよ。片側にしかないと思う。いいよ。おいしい。どうぞ。もうまいね。よかった。結構めんどくさかったよ。でも、手加えた方が美味しいんだ。書いてあった。どのように手を加えるの？例えば、よく練るとか。キャベツは絞るとか。それはいつもやる。で、熱いフライパン熱くしてから並べるとか。で、熱湯を注いで蒸し焼きするとか。最後に油を回すと、くっつきにくいとか。焼き方はよく分からんのだよ。子供たちがいた時はさ、並べて焼いて、1個ひっくり返して、でなんか、ちょっとこれよりもうちょっとさ、黄色、まだ焦げてない感じの時に、ザーッと熱湯入れる。で、蓋して蒸し焼きにする。で、水が、そのね、2分の1カップとかなんだよ。12個焼くのに。結構入れるんだわ。それが全部蒸発するのさ。蓋してても。で、パチパチパチって音変わったら、蓋を開けて、まあ、強火すんだよね、お湯入れてから。バーッと強火すんの。それ7だって強すぎたのよ。6でいいね。うち4から6でいいね。
にしちゃったもんだから最初の風呂のやつ、黒くなった。私の感覚としては4が中弱火、5が中強火、6がもう強火だもん。6強火だよな、うん、7ってのはもう焦がし用だよ、うん、7、8はね、ほとんど使わない。お湯沸かすときだけ。そうだよね、ごめんね。いいよ、焼きすぎちゃって最初、うん、子供たちいたときってね、うん、一気にすごいたくさん焼くじゃない、うんうん、だからフライパンでは焼かなかった、うんうんうん、鬼、さっきのホットプレート出してわーって、うんうん、一気に50個とか焼いて、あれも蓋ついてたからね、フライパン熱くしてから焼いた方が美味しいんだってよ、うん、じゃあ綺麗に整列させるのは先に並べといて火つけようかなと思ったけどダメ、うん、でもホットプレートって温めてからさ、お湯、あの油引いてさ、ガーって並べるじゃない、うん、で、こうやって見て、あ、ちょっと茶色いねって思ったら、あ、でも熱湯が入れないでお水入れてたんだよね、熱湯が入れないって、で、餃子の4分の3が埋まるくらいってなんかに書いてて、あー結構なるんだね、じゃーって入れて、うん、で、まず蓋して、蓋しててもどん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 なくなるから、うん、このマグロもね、結構美味しい、うん、これも美味しいけどこれはあんまり好きじゃないもん、ね、これ、うん、あ、それそのものだからね、うん、そうやってさ、私がさ泉橋でもさ、どっちもあるわ、好きな、あの好き嫌いが多いみたいなさ、情報をさ、え、酸っぱいの苦手なだけじゃないですか、酸っぱいのは嫌だよ、あとそのあと塩辛系いや、その、それだけじゃん、別にあと何でも食べるじゃん、うん、なん、大したことじゃない。俺、長芋入ってたらダメだしさ、生の長芋ね。うん、そうだね。うん、で、か、牡蠣も生だし、うん。アレルギーの位置だからさ。そうなのよ。びっくりしたんだけどな。ほんとね、後で大変なことになる。大変なことでもないんだけど。うん。おいしいわ、うん、いろいろおいしいわ、うん、うん、うん、早いうちに誰か呼んで食べてもらったからよかったかもな、あね、量的にね、うん、まあでも食べるわ、くっついたわ、うん、あなたが包んだのか、私が包んだのちょっとね、形違うんだよ、うん、うん、お昼抜きでさ、うん、朝ごはん結構白菜食べたさな、うんうん、それも軽く、うんうん、でお昼抜きでやったからお昼すお腹すごい空いてんだよ、うん、だからね、ものすごい勢いで私たち食べてるけど、うん、これで晩ごはん食べないつもりだもんね、今と、うん、もう耐えらないよ、これを耐えられたりしたら、うん、ゆっくり食べましょう、そうだね、うん、いつもいつも言ってるけれど、んもうね、いつもいつもゆっくり食べよう、ゆっくり食べようって言ってるんだけど、うん、いつもいつも早くて困ったね、うん、ゆっくり食べた方がいいらしいよ、体にも、うん、
このさ、一回さ、もうちょっと買ってこなかったわ。イカ高いからね、今ね。うん、そう。中国の家、まあ、中国のだとは思うんだけど、一匹75円だったからさ。ゲソ捨てちゃうのかな。ゲソはゲソで売ってた。売ってたけど、ゲソって昔ガッパリ入って100円とかでボンボン売ってたでしょ、グラム158円とかなっちゃってさ、100グラムでさ、その150何本も払って、いやでも美味しいんだけどね、生姜と麺つゆに一晩つけて焼くの、あ、酒とね、つぼ肉も酒と醤油と、まあ、お醤油、まあ、麺つゆの方がいいんだよな、だし入ってる、酒と麺つゆと生姜吸って一晩つけたやつを焼いておくとめっちゃうまいよ、ああ、買ってこなかった、安いもん、ちょっと小ぶりだけどさ、75円なら安いもんね、この餃子美味しいわ、いつも行くスーパーはさ、もう毎日9時なんだよね、きっと。あ、そうなの？ほぼ。でもまあ、土日祝は9時オープンだから、よかったんだけど、そのつもりで、いつもじゃないスーパーに行ったんだよね。あそこ行ってみよう。どうしたっけ？並んでたね。52分だか53分に着いたら、並んでて、一緒に並んだよね。別に並んで何、並んで。目的あって並ぶならわかるけど、何も目的なく並ぶのは初めてだったかも、なんか、これ何を求めてこうやって並んでるんだろうと思って、あ、他の人がね、それは思った、いや、朝早くから冷房に当たりたかったんだよ、そういう人もいると思う、そういう人はさ、ああいうタイプじゃなくてさ、イオンとかさ、まあな、アリオとかさ、ショッピングモールでいつまで行ってもいいもんね、そうそう、でさ、座るところもあるしさ、ああいうとこいいよな、もう近所だとさ、それないから、まあね、パチンコ屋ぐらいしかない、車で行くんだったらね、と思うけど、まあ、でもなんか目的があったんだよ、きっと、大してでもそういうのを目的で行く人は車はないからね、ああ、そうか、あ、そうだ、涼しいところを求めてって人、なんかさ、一番気に入ったのはさ、コウちゃん方だよな。あそこさ、本日のコーヒーってさ、なんか安いしさ。まあね、あれでも土日祝日ないでしょ。平日だけのな、本日のコーヒーあの。あ、そう。おかわりし放題でね、涼しくってね。もう暑い夏はもうコウちゃん方だ。行ったっけ、満員で入れなかったもんね、俺向こうのコウちゃん方。ミュンヘン大橋の子、マクドナルドが何か入ってて、そう、あれはね、ミスドが入ってる、ミスド、で、ミスドでお茶飲みながらコーヒー、本でも読みましょうと思って、行ったらびっくりした、新幹線走ったんだ。新幹線まで先に新幹線行った方がいい、なんか、あなた送ってって、あ、違うよ、ミュンヘン近かったんだよ、あの時、マコ
熊谷まで送ってった時だと思うよ。いや、これこれさ、ちょっと焼きすぎだけどうめえわ。うん、おいしい。よかった、作ってみて。な、急に餃子食いたくなったんだよね。でも昨日からね、ひき肉をまず解凍して、うん、昨日からね、余計なこと私が言って、なんかさ、餃子の本買ってそうでさ、皮も自分で作るって言って、私にさ、ちっちゃい麺棒買ってこいって言ってたでしょ。ちっちゃい麺棒もあるし、餃子の本もあるけど、あれはいつするのかい。昨日で言われたら餃子食べた。まあ、今回き、ね、生地はさ、うん、作るの諦めたけど、時間がね、24時間かかるから、生地を24時間寝かせなさいって言われたから、ね。ナスメやんけん。すぐ使えんだったら、それやったと思う。うん。暑い。でも美味しいわ、でも。さすがに暑いわ。ねえね、大きいね、聞いたから。こっちは大丈夫、ちょっとね、そっちはこの味見してみたいのよ。どうぞ。この辺だな。だって残っちゃったんだもん、生地が。あ、うまっ。2個分って書いてあったから、うん、で、あの生地が残るってことはお玉の大きさが、お玉の大きさで、生地がちょっと生地に使う分が足りないんだね、あれ2個分ってことは。おいしい。私ね、これ食べちゃった。あ、これでね、そっちの方が小さかったの。うん、うち、イカとさ、うん、あの、かまぼこがいっぱい入ってるよ、うん、沈んでたんだ、きっと。うん、うん、美味しいよ。うん、あ、なんかでも、これ予想通りの味だわ。あ、そう。予想した通りの味だった。うん、餃子結構何個？ね、何個余ってたっけ？16枚余ってた。何枚入ってない？20枚。24個か。そうだね。16枚余ってたの？12枚か。12ぐらい余ってた。12余ってたの？18枚、28枚、28個。そのうち味見2個してるから。え、知らなかった、それ。だって、あそこで、あ、焼きすぎてんなって言って、黒黒だって食べてたからね。うん、そう、いいけどさ、大丈夫だと思って。別に味見しても味見って大事なんだよ。でも、こういうものはあんまり味見しなくてもいいよな。スープだとか、なんだろう、炒め物だとか、そういうのはもう味見絶対した方がいいと思う。自分のやっぱ好みの味に近づけるのに。酢もいいわ。本当に普通の穀物酢に白胡椒。扇風機で胡椒飛んでくるのさ、俺顔に。あ、美味しいわ。うん、今日はこの辺にしとく、中締め。うん、あ、俺でも全然食べてないよ、それ。
これを食べ。うん、食べるんだけど。うん。甘い。あ、そうだね。うん。いただきます。なんかさ、お好きなんだよね。半分残した？うん、朝も食べれるね、それ。うん、うん、大葉また10回取りに行かないと。もうない。残り少ない。ないか。うん。もうね、わっしゃわしゃ生えてるから。うん。でも、柔らかい葉っぱしか取らないのさ。うん。硬くなったやつ、もんじゃってもいいじゃんね。いや、でも、それ光合成できなかったと思うの。おいしい。たらこでない。たらこの歌じゃないそれ。マグロ。たらこの歌だね。たらこの歌だ。キューピー。おいしい。あれさ、うん、女の子2人さ、なんかたらこのこう頭のやつつけて歌ってなかった？うんうん、歌ってたけど、もう大きくなったね。あの当時の子は。うん、もう子供たちより友達ぐらいだよね、うちら。うんうん。ねえ。うん。いや、完全なる大人だね。30になってる。大丈夫？気をつけないと、腰だから、声。声ね、すごいストロングだ。ストロングだよ。うん。ちょっとあっちに変えてみるよ。うん。うん。あ、伊豆美町美味しかったよ、これ。うん。好き好き。美味しいけど、すっごいストロング。いや、餃子とか、お好み焼きにはぴったりだけど。合うね。うん。そうね、15% は結構優しいけど。これね、藤間三宗。これは、なんだっけ？健康一。健康一。宮城の健康一と同じ蔵で作ってる別銘柄なんだよね。夏の柑橘富士って書いてあった。柑橘の香りするらしいよ。あ。15度ぐらいだったらなんかボケボケね。そんなに変わらない。ああ、でもちょっと酸味があって、うん、若干。いや、そんな香るわけじゃない。そうだね、うん、なんか書いてあったけどね。柑橘のほのかな香りじゃない。柑橘の酸っぱさね。ああ、酸があるってこと。綺麗な酒だよ、うん、さっきのも綺麗なの。好みで言えば俺藤間さんもねよりこっちだな、うん、でも、うん、美味しい。15%だからね、すごい手荒なわけじゃなくって普通なんだよ、うん、そうだね、うん、そっち
茶原酒だから18種とかあるからすごい、うん、濃いよね、うん、ロックで飲んだらいいって言ったけど俺嫌いなんだよね日本酒氷入れるの、うんうんでこれお刺身にはこっちって言ってたからそうなんだろうなと、うん、キンキンに冷やしてって言ってたけどちょっとこうやって飲んだ方がうんうん柑橘の富士って書いてあるこうやった方がその柑橘わかるような気がするうん、あんまキンキンに入れたらさ、うん、何なの香りわかんなくなるんだよね。でもキンキンに冷やしたら美味しいよね。スッと入っていく。あ、柑橘系だやっぱり。うん、あ、焼き魚とかもね合いそう。あの鮎とか淡白のやつ。そんな脂っこいあホッケとかじゃなくて。うん。うんうんだってさ、ホッケにさ、すだちなんかさ、つけないでしょ？うん、つけない。でもさ、向こう行ったらさ、やっぱり淡白な焼き魚にはさ、すだち必ず乗ってくるからさ、うん、でもホッケにはレモン乗ってくるよ。合わないよな、合う？かけたことないかもしれんけど、うんうんうん、脂っこい魚だからこそもしかしたらさっぱりしたのに、ね、つけたんだな、うん、分からんな、ね、お腹いっぱいになっちゃった、うん、これ一気に食べたから早いもんね俺まだ半分あるんだよ、うん、でもでかかったよこれすごい食べたからうんうんゆっくりね、うん、これね、白玉ねぎだったんだよ白玉ねぎさらしてかつぶしかけたんだよ食べたいこれね、ちょっとちょなんかねめんつゆですごいいいかもと思ったんだよこれ、うん、ポン酢だな、それやっぱり、うん、わあ、飛んだ飛んだ、うん、でね、これがね、うん、うちの農園で採れたトマトですトマトね食べこれね、農園で採れたレタスです、うんはい、食べサニーレタス、うん、でそれあと買っておいたあこれもうちの農園で採れたんだよねうちの農園の方はね、今日使わなかった、うん、はいこれは入れてくれないのそれはなんか買ってきてくしゃっと待ってたレタスですあそれからお召し上がりくださいやっぱりなんていうのサラダ玉ねぎはかつぶしとポン酢だよねうんうん俺が好きやなそれを賛否両論あるけどお醤油とかで食べる人いるぞいるいる、うん、味の素かけてお醤油いや美味しいんだよ、うん味の素別に否定してないからうちにもあるし。うん。味の素ってさ、化学調味料って言うけどさ、作り方は化学的かもしれないけど、原料は昆布だからね。うんうん、イノシン酸入ってるかい、たくさん。化学調味料ってな、石油からできてるような気がするけど、ね。恐ろしいよな、うん、それは嫌だね化学甘味料とかなあ、アサステリアとかうん、うん、
テビアは植物だから、うん、いいんだよ。何がダメだ。マーガリン。マーガリンは甘味料じゃないよ。甘味料じゃないけど、あれは何の油なの。マーガリンの石油系の油使ったりしてたんだよ。知らない、うん、植物系なのかな。あなたマーガリン嫌いだから、マーガリンのことさって悪口言うけど。だっけ、なんでマーガリン食べなかったらバターの方がいいよ。バター食べましょう。人それぞれそういう基準ってさ、バターをいっぱいね供給できるご近所さんがいたりとかさね、そういう人はもちろんバター使うさ。だけどそうじゃない人のバターがすごい高いからさ、いや、やっぱりあれね、マーガリン使うそれ。うちのね、本家が牛屋さんやってて、そうだよ。だから牛乳はせっぱいあったからさ、バターし、バターもバターもたくさんあったからさ、うん、そういうふうに言うけどさ、ね、だってさ、味の素の元の昆布がさ、うん、我が家にはさ、あふれるほどあったからさ全部体にいいから、全部使えばいいんだよね。でもいい昆布は高いわ、見せた。あ、そう。この間、東京から来てたね。うん。で、シャコタンでウニ君に来てたけども、うんうん、全然、乾物屋でここ美味しいよ、美味しいのいっぱいあるよって言っても、うん、乾物全然買わないんだよ。うん、昆布。うん、昆布だけ買うの、うん、俺その手作りのさ、粒のさ、塩辛とかさ、うんうん、まさかこれ美味しいよってさ、うん、これ買ってて1個あげたの、うん、でも昆布ばっかり、うん、今のところで昆布とかわかめとか、うんうん、一緒になって買った塩わかめある、うん、あるある。あれ水に戻して、お刺身っていうか、食べても美味いし、結構長いっぱいになってきたな、ゆっくり食べよう、うん、ということで、まだまだ昼飲みは続くんですけど、この辺でね、なんかね、水まさむねないでしょ、じゃあこれで乾杯しよう、うん。今日はね、うん、有意義よ。いろいろちょっとやってみて。二、ね、人して汗かき汗かき。一生懸命頑張って料理作り、うん、昼から飲もうっていう目標に向けて。うんうん、結構ね、良かったし。どうも。ごちそうさまでございました。うん。あ、ちょっと。メロンっぽい顔してる、うん、なんか疲れた？これね、焼くのね。